皆さんこんにちは。ひらがなネットのあきこです。今回はお雑煮です。お雑煮は日本のお正月に食べる料理です。では一緒に作りましょう。水を沸騰させて小松菜を入れます。1分茹でます。ざるにあけて水に入れます。軽く絞ります。根元を取って3センチに切ります。強く絞ります。かまぼこは5ミリの幅に切ります。三つ葉は細かく切ります。柚子は皮を使います。皮を細長く切ります。鶏もも肉は2センチくらいに切ります。鍋に水と酒を入れて中火にします。沸騰したら鶏肉を入れます。顆粒だしを入れて軽く混ぜます。アクを取ります。弱火にして2分煮ます。塩を入れます。醤油を入れて軽く混ぜて火を止めます。餅を焼きます。弱火から中火にして表と裏を焼きます。オーブントースターの場合は5分から7分焼きます。盛り付けをします。お椀に餅、小松菜、かまぼこを入れて汁を入れます。三つ葉と柚子をのせて出来上がりです。いかがでしたか？お雑煮は住んでいる場所によって材料や味が違います。今回は東京のお雑煮を紹介しました。ではまた会いましょう。さようなら。